こんにちは、ウェブマスターの手帳を運営している遠藤です。今日はですね、非常に腹立たしいニュースがありましたね。ゴルフのレッスンプロの方々が、無料でね、ホームページを作りますよという、悪質業者に騙されてしまったというニュースがありましたので、それについて少しお話をしたいなと思っております。長年ね、ウェブマスターの手帳をフォローして、いただいている方であれば、私が過去にですね、同じような悪質業者、ね、ホームページの悪質業者、くたばればいいとかですね、もういう話の動画を出して、いますので、もう結構何年、数年前になりますけれども、出したんですね。で、もう本当だいぶ減ったんだろうなというふうにも思ってたんですが、まだ相変わらずですね、こういうやり方の悪質業者、悪質な、ウェブサイト制作会社というか、っていうのはまだいるんだなということなんですけれども、内容はですね、詳細は、この動画のですね、説明欄、概要欄のところに記事の URL を貼っておきますので、そちら読んでいただきたいんですけれども、簡単にサクッと、内容を話をすると、ゴルフのレッスンプロの方々に、対してですね、ホームページ作りませんかと。で、ホームページ作るのは無料ですというふうに言うわけですね。で、最初の方は、広告、その分、代わりホームページに広告を貼らせてもらって、その広告からの収益は私の方でいただきますとかってやってたみたいなんですけど、で、よくあるダメなやつで、その後にくっついてくるやつなんですね。リース契約。このリース契約っていうのがあったら、もうそのホームページ制作会社からはすぐに縁を切った方がいいんですけれども、ホームページの制作ではなくて、何かソフトとかですね、そういったもののリース契約で、例えば、今回の例で言えば月5万円を5年間支払うというような契約になっちゃうというものですね。と、月5万円ですので年間で60万円5年間ですので300万円ですね。300万円でホームページ、ウェブサイトを作るとなれば、相当いいホームページが作れます。相当いい、ウェブサイトが作れますし、その300万という予算をですね、ウェブマーケティングに当てれば、相当なことができるはずです。300万円ですね、丸々をホームページに使わなくても、例えば100万円で、ね、ホームページ作るって言ったって相当いいものができますよ。ちゃんとした立派なものができます。で、あとの残りの200万円は他の例えば広告とかにね使ったっていいわけです。そう考えるとですね、それが分割になってるからとはいえ、トータルで見たらですね、これはかなりコスパの悪い、もうほぼお金をドブに捨てるようなですね、やり方なわけですね。これはもうだいぶ以前からですね、このホームページ制作会社で、ホームページ制作でリース契約を結ばされたっていうのは、かなり前から問題になってます。で、私のところにも何件もあります。そういうリース契約を結んでしまったとかですね、どうしたらいいでしょうとか。でもですね、もう契約書で契約を結んじゃってるので、もう私の方に相談されてもですね、契約を結ばれた後はもう私ではなくて、もう相談する相手は弁護士さんなんですね。なので、もうそれはもう本当にかわいそうでしかないんですが、もう私の方ではどうしようもないと。なので弁護士さんを紹介しますよとかっていうことになってしまうわけです。ホームページ制作費っていう名目でお金は取られてないんですけれども、結局そのリース契約のところで、普通にホームページウェブサイト作ったらそこまで必要のない、そこまでかからないような金額、莫大な金額をですね、ぼったくりですよね、の金額をリース契約のところで取られているということです。で、なぜですね、こういうそのソフトとかのリース契約を結ぶかっていうと、ホームページ制作とかって、無形のものなので、リース契約はそもそもできないんですね。そういうリース契約をしてはいけないんですね。なので、もの無形ではなくて、何かソフトとか、DVD とかですね、そういう見えるちゃんとしたものとしてあるもの、リース契約として結べるものを出してきてリース契約をするということになるわけです。本当このですね、とにかくウェブサイトの制作でとかホームページを作るっていう時に、何かリース契約を結ばされるような場合は、もう即座にその会社とは縁を切って、そんなところには頼まない、そんなところとは契約をしないということが本当に大事です。本当にもう契約をしてしまって、サインをしてしまうと、その後やることっていうのは本当にもう弁護士さんと法律での裁判とか、そういうことになっちゃいますので、
そうなってくると中小企業としてやっぱ負担が大きい。だからこそ多くの会社でそういうのにハマってしまった、騙されてしまったんだけど、泣き寝入りをしてしまっているところたくさんあると思います。このね、動画を見てくださっている方はそういうところにはならないようにですね、ホームページ制作会社とかから何か制作は、無料でいいですよと、その代わりこのちょっとリース契約結ばさせてくださいとかっていうような軽いですね口車には乗らないように、もうリース契約という言葉が出てきたら注意、もう離れるというぐらいにしていただければと思います。本当にですね、今回のそのねゴルフレッスンプロの方たち、私も最近ゴルフを始めまして、この間ゴルフのコースデビューもしてですね、そういう時だったので、まだこういう輩はいるのかと思ってですね、そういう悪徳な業者っていうのは本当に腹立たしいんですけれども、やはりインターネットで情報発信をしていても、なかなかやはりそういうところに引っかかってしまう方々には、届きづらい、届かないということもあるので、こうやって動画を見てくださっている方は、せめてウェブマスターの手帳でこう情報を得ていただいている方はですね、そういう悪徳な悪質な業者には引っかからないように、注意をしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。